うわゴミみたいな伝説スパー来てんけど、これ。え、ビッグティリとか俺初めて見たわ。フリーでも初めて見たわ、ビッグティリ俺。一応これ俺のパーティーね。え、どうしようかな、これ。左下だけ、あ、左下もあれ伝説じゃない、あれ、なんか。あれも伝説ポケモンや、多分。あの、デデンデで、何あれを貼って、ひねり貼ってから、マラカッチでも無双するパーティーやねんけど、まぁ、あ、ちょっといろいろうまくいかなそうにないな。うまくいきそうにないな。え、しかもビクティニってなんかわけわからん炎技あるよな。アズマを入れた方がいいっすかね、これって。もとなしくアズマを隠れを中退すで耐えるか。いや、先方チルタリス、あ、V ジェネレートか。アズマオド受けてみるわ、俺。ワンチャン勝てんじゃん、これ、普通に。いや、ポケモン新情報見たよ、見た。さっきその話してたよ、俺。あと、今日のニコ7ね、ご視聴くださった皆さんありがとうございました。はい、ちょっと最後の方もふてくされちゃって、そんなすいません。ビクティにいきなり来た。まあ、炎技打ってこないっすね。普通に電気技やんな。もう電気読みでもうピンポイントで受けに行くか。どうせ V ジェネレーターやろ。あ、入会ありがとうございます。ありがとうございます。え、音が消えてる？止まってる？配信重い？もしかして、また。音がうるさい。え、じゃあやっぱマイクのやっぱこれ変えなあかんやん。やっぱこれぐらいがちょうどいいんやろ、多分。VJ で来た。え？は？ V ジェネって炎タイプなん？あれ、なんだっけ？なんとかもう一個なんだっけ？バーティカルサンダーやったっけ？クロスサンダーか。うわ、しくじった、これもう完全に終わった。アズマを捨てやな。ワンチャン角取り打つか。あ、交換してくれた、なぜか知らんけど。なんで？イベルタル？当たるか？あ、色違いのイベルタル？しかしその色違いのイベルタルが、角取りを受けていく。色違いのイベルトが角取りを食らっていく。映画特典のやつか、こいつ。わ、しかもミユ来た。うわー、ガチガチの色違いやねんけど、相手。え、しかもこれ勝てそうじゃねえか、普通に。アズマ王はもうこの残り HP じゃどうしようもないから捨てるか。メガホン一応打っとこう。再現は誰だ、配布されたから別に買えろとかじゃないよな、こいつら。ねえ、配布されたから買えろとかじゃないですよね。どないしよっかな、最近ねか。ワンチャン隠れよんで。ワンチャン隠れよんで。読まれたら終わりやけどな。取れ、あ！瞑想を積まれるのか。
いや、でもこれはこれでいいけどな。もうポケモンってもうシーズン終わったんやろ。お、今のたまたまかわしたんか。今のたまたまかわしたん。でもどのみちさ、どこに変わった瞬間にさ、おお、これいいな。どのみちどこに変わった瞬間、どこ消えるやんな、隠れようってさっきの。からの、不意打ち。下げに寄ってこい。あー、瞑想かな。不意打ちの PP が少ないのがなんかちょっと引っかかんねんな。どうしよっかな。これ自己再生とかやっぱあるんですかね、独特あるってことは。最近、あ、てか技がそもそも最近でしかないんちゃうか、このミュウって。思ってんけど。技最近でしか多分ないよな。ってことを考えたら、陰打ちで、着々と削っていけば、ええんちゃうの、これ。地味に効くし。オッケー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 。いや、編集は持ってないよ、このミュウ。ここやな。ここちょっとどう攻めるかやな。不意打ち読み、再起ねしてこない読み、陰打ち行く。いや、でもここはもう PP の余裕あるから、不意打ち打とう。まあ、通んなくてもまあいいやって感じ。あ、通った、来た、来たー。そして、おはは、めっちゃ気持ちいいねんけど、これ。これ普通にミユをガチで隠れようが、なんかタイマーで突破したっていうか。多分焦ったんでしょうね、やっぱ PP が。HP もないし。いや、風中打ってよかった、今の。あれ？最初何やったっけ？ビクティニーか。いや、でも相手のポケモン多分ちゃんと努力とかも振ってるしさ、構成もちゃんとしてるしさ、キッズじゃないの多分。キッズじゃないと思うんだけど。あれ？おかしいぞ。ビクティニー。電気炎やんな。まあもう普通に。うわ、VJ に打ってきた。ここは耐えてくれ。耐えない。耐えないんだよな。ってなってきたら、これでも相手の火力が下がらないのが怖いよな。まあ、でもどのみちチルタイスで全部半減で受けられるし。とりあえずハイパーボイス打っとくか。半減やけど、まあ、削れ。で、とどめに流星群打つって感じで。いやー、不意打ちでも詰まれたら嫌やん。正直、ビクティに。お、あ、結構効くわ。VJ の子耐えるやんな。だって、アズマオが耐えてんから、チルタイス両手耐えるやんな、これ。よし、勝ったっぽいぞ、これ。あ、そうか、こいつ炎エスパーか。こいつ炎エスパーやった。頼むぞ、当たれよ。当たれよ。よし、勝った。対戦ありがとうございました。